こんにちは、カノンです。本日はジオラマシリーズパート3、そして本日は新しい新幹線も登場します。本日はゼロ系新幹線も一緒に走らせます。ゼロ系新幹線を線路に乗せてみました。こんな感じ。こちらはペーパークラフトでハサミ乗り不要です。ちょっと発泡スチロールっぽい、こうやって下すごいね、うん、ほら、よくできてるよこれ。はい、ではこちらの2つをジオラマに入れていきます。はい、線路全部セットし終わりました。今から走らせてみたいと思います。線路全部引いてお家も置きました。ゼロ系新幹線もここにあります。おー、かっこいい。今回 N700系くんは高架レールで走ってもらいます。一番かっこいい500系は下で走ります。ペーパークラフトなんですけど、電車よりサイズがアンバランスになっちゃいました。まあいっか。おー、かっこいい。あー、いいね。おー、すれ違い。あー、かっこいい。あ、すれ違いが。かっこいい。200系とすれ違い。あー、いいね。手がいった。そしてゼロ系。700系。かっこいい。すごい迫力満点だね。500系。わあ、すごい。本物みたい。おっと、並んだ。次回の動画はこちらの100系新幹線をご紹介します。次の動画ではこの4台の新幹線を一気に走らせてみて、レイアウトを変えれたらなと思います。ではまた次も見てください。シャキーン。